はいどうも、ゴーヤンです。さあ、本日はこちら、一度きりチャレンジ、ノーコンのレベル5、5×4 マスの方に挑んでいきたいと思います。いやー、このね、チャレンジダンジョンがね、新しく変わって、レベル1から5が 5×4 マス、レベル6から10が 7×6 マスに、変わりましたけども、いや、まだこれがしんどいですよね、やっぱね。まあね、マス目が少ない分多色がやっぱ厳しいですし、かといってなんか染めパとかで行っても火力不足になったりとかするんで、とりあえずね、フレンドベジットできましたけど、全くもってクリアできる気はしないですよね。いや、皆さんどういうパーティーでこの 5×4 マスは挑戦してはるんですかね。4色、まあ5色は絶対無理ですけど、4色でもかなりしんどいんですよね。手持ちにベジットがいてくれたら全然違うんですけど、弾いた。そういうわけでもないですし、ここもきついですよね。中途半端に減らしすぎるとどえらいやつ飛んできますからね。やってもたー。減らしすぎた。落ち込んがノリに乗りましたね。いや、これ終わったらベジットかオークニーを保険で使って突破しようと思ったんですけど、いや、完全にやられましたね。で、まだこのね、報酬が、出てくるパターンなんで、やっぱその玉ドラとかね、ゴルドラとかやったらいいんですけど、やっぱこの詩人たちが出てくるっていうのはかなりきついですよね、やっぱりね。はい。でね、お持ち込みもね、読めないですからね、しょうがないですね。まあ、とりあえずね、レベル5まではね、なんとかクリアしたいと思ってますんで、引き続きね、挑みたいとは思ってますけども、とりあえず、こちらの動画はここまでとしたいと思います。多分ね、このパーティーでね、クリアはできそうな感じしましたね。今挑んだ感じ。まあ、この後どういうのが出てくるかわかんないですけども。はい。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。どうぞ。